駅から東口徒歩7分のところで、ヒーリングサロンアロヒをしております町田美由紀と申します。メインのメニューは、ロミロミっていうハワイのマッサージ、それからマナヒーリング、こちらもハワイのマナというエネルギーを使ったヒーリング、それからマナ超セラピーっていう中のマッサージのようなことをするんですけれども、それと、和尚っていうタロットカードと、それと、エンジェルカードって言われるカードを使ってのリーディングをさせていただいています。タロットカードって、この和尚っていうちょっと普通のタロットカードよりも1枚多くて、普通のタロットカードは人生を表すとかって言われてるんですけれども、和尚は1枚多いっていうのは輪廻転生を表すって言われてるんですが、そのカードとこういうエンジェルカードって言われるものを使ってのリーディングです。はい、結構私のところにいらっしゃるお客様は30代40代ぐらいの女性の方が多いんですけれども、まあ、お若い方もいらっしゃいますが、皆さん何かお体に不調があったりとかするんですけれども、いろいろ体を触らせていただいたりですとか、ちょっとカードで占いのようなことをしてみたりすると、気持ちのところに何かモヤモヤしたものを持っていたりとか、そういうこともあります。ブログ、フェイスブックといったところですか。今はスマイルカフェさん出させていただいているので、スマイルカフェさんの告知と、あと今超セラピーを特に前に持ってきて、モニターを撮らせていただいているので、そのモニターさんにちょっとお腹の写真とか撮らせていただいてるんですよ。でそれをちょっと超セラピーをする前と後とで比較で写真を載せてみたりとか、そういうのを7月から始めて、超セラピーだけのモニターっていうのは40人撮ったんですね。でその後にちゃんと継続して受けていただくっていうのがすごく大事だなって感じているので、じゃあ継続して受けたらどれだけ変わるのかっていうところを見たくて、3ヶ月以内に5回受けてくださいっていうモニターさんを10名お受け付けして、今それを受けている最中なんですけど、結構1回の施術で皆さんガッと変わられるので、皆さんおっしゃるのは5回受けたらどうなるのかすっごい楽しみっておっしゃってます。90分のコースを今させていただいていて、40分超セラピーをして、であとの50分でロミロミかマナヒーリングを受けられるようになってます。これはもう本当に見た通りにアフガニスタンのチャリティーカレンダーなんですけれども、ここに写っている子どもたちへの支援になるチャリティーカレンダーになります。そう、こっちに大きいのもあるんですけど、こういうのもあるんですけど、私が一応埼玉市にある NPO 法人みんなの夢の音楽隊っていうところの理事をしておりまして、はい、でその子どもたちが2006年に来日をして、埼玉会館で講演をしてるんですけれども、すごいみんな可愛い子どもたち で、はい、で日本に来たことを本当に大切な思い出にしてくれてるんですね。はい、でそこの子どもたちがどういう環境の中で育ってるのか、いろいろなテロとかの問題もあるんですけれども、それ以外にも文化的にも例えば女の子が小さいうちからでも、もう男の方から可愛いって見られるような感じになると家から出してもらえなくなっちゃったりとか、そういうところも子どもがもっと伸び伸びしていっていい時期にちょっと家に閉じ込められちゃうみたいなかわいそうな状態だったりとか、日常的に彼らは大麻を使う習慣があったりもするので、それが本当はいけないんだっていうことを教える教育が必要だったりとか、そういうことをしている教えるっていうことをしている団体だったりを支援しているので、やっぱり子どもたちがここに
写ってる子たちみんなすごい可愛い笑顔なんですけど、そこはやっぱり世界中どこでも子どもたち同じで、でもちょっと支援が必要な国の子たちなので、うん、この笑顔がずっと続けていけるように、うん、あのできることがしてあげたいなって思ってます。私は住んでいるのは桶川、今は桶川なんですけど、実家は東和月にありまして、上里小学校を卒業して川通中学校を卒業しました、はい、どうですかね。結構私岩槻の歴史的なところが好きで、あのなんだろう、歴史的な建物とかがあるじゃないですか。例えば、岩槻公園の中の黒門だったりですとか、あの時の鐘だったりとか、祇園寺ですとか、うん、だからでもああいうのがやっぱり綺麗に見えるのって大きいところですかね。岩槻アートフェスティバル、ぜひお越しください。